こんにちは、ヘロの数学チャンネルです。今日はこういう頂点と辺でできたグラフの作り方と、そのグラフ上で経路探索をするやり方を解説します。その後実際にプログラミングします。経路探索の主な使い道はゲームで敵を動かすことです。じゃあ例えばプレイヤーに向かう敵を想像してください。プレイヤーに向かう動きはどう計算できるでしょうか。このように、まあ簡単に計算できますね。では障害物がある場合はどうでしょうか。そのままの計算式では当然使えますね。そこで経路探索が役立ちます。まずこのようなグラフを作って、敵からプレイヤーまでの経路を計算します。そしたら敵をこの通り動かせば突っかえずに移動できます。さて、人間ならこうやって簡単に経路を計算できますが、経路を計算するプログラムを書くのは少し難しいです。なので一番簡単なやり方から紹介していきます。まずは幅優先探索、ブレッドファーストサーチです。これはいわば視点から均等に探索していく手法です。これは一番簡単ですが、均等に探索してしまうので明らかに行かなくていいところも探索してしまいます。これより少しマシなのが裁量優先探索です。ベストファーストサーチとかグリーディーサーチと呼ばれることが多いです。均等に探索するんじゃなくて、ゴールに近そうな頂点から探索していきます。 H というのは頂点からゴールまでの直線距離です。H が小さい順に探索していけば早くゴールにつけるだろうという理屈です。大抵は幅優先探索より早くゴールが見つかりますが、袋小路にはまりやすいという欠点があります。これをさらに改良したのが A スターです。頂点からゴールまでの直線距離に加えて、視点から頂点までの距離も判断材料とします。裁量優先探索と比べてみると、袋小路にはまった時に早く抜け出せることがわかります。裁量優先探索では頂点からゴールまでの距離だけを判断材料とするので、袋小路にはまってしまうとなかなか他の頂点に出番が回りません。それに対し A スターでは、視点から頂点までの距離も判断材料に加えるから、袋小路にはまってしまった時も早めに引き返せるわけですね。ではプログラムを書きましょう。今回は JavaScript と P5 を使いますが、それらを知らなくても問題ありません。基本的な機能しか使わないので、他のプログラミング言語にも簡単に移植できます。まずはグラフを定義します。グラフは頂点と辺で定義されるから、まず頂点のクラスを作ります。頂点の中身は、とりあえず XY 座標だけで十分でしょう。そんで辺のクラスを作ります、と言いたいところですが、今回は辺は頂点の添え字のペアで表せるから、わざわざクラスを作る必要はありません。配列で十分です。最後にグラフのクラスを作ります。グラフの中身は頂点と辺の配列です。今作ったグラフのクラスからグラフの変数を定義します。この変数はプログラムの実行中はずっと消えないでほしいから、一番外側のスコープに定義します。そんで頂点の配列を作ります。まあ、とりあえずまあ適当に配置します。辺の配列も作ります。とりあえず順番につなげておきます。頂点と辺をまとめてグラフの変数にぶち込みます。グラフの変数をもとに頂点や辺を描画しましょう。頂点の描画は簡単ですね。すべての頂点の座標に、まあ適当に円とかを書くだけです。辺は少しややこしいです。辺の配列に入っているのは頂点の添え字だけなので、そのままでは座標がわかりません。なので、添え字から頂点そのものを求めます。そして求めた頂点の座標の間に線を引けば完成です。このままだと見づらいので、色とかをいい感じにしておきましょう。あと、辺と頂点の描画順を入れ替えておきます。するとより綺麗に見えます。さて、ここからが本番です。幅優先探索のプログラムを書きます。プログラムの理解の手助けとなるように、例え話をします。まず、グラフを水路に見立ててください。で、頂点に水を流し込んだら、1分ごとに次の頂点へ流れるとしましょう。では、この頂点に水を流したらどうなるでしょうか。早速シミュレーションしましょう。まず、最初の1分でこうなりますね。隣接する頂点へ水が流れるからですね。各頂点には水がどっから来たかを記録しておきます。これが後々とても役立ちます。そんで次の1分でこうなりますね。水面がここにあるんだから、一つ先の頂点まで水が流れます。そして最後の1分で水路が全て満たされますね。
さて、こっからが面白いところです。水の流れをたどるだけで、水を流した頂点から任意の頂点までの道のりが即座にわかるんです。いくつか例をやってみましょう。S を変えても成り立ちますね。ちなみにさっきは全ての頂点を計算しましたが、T が決まっているならそこに水が到達するまで計算すれば OK です。これで幅優先探索のイメージはなんとなくつかめたかなと思います。プログラムも今の説明通りに書くので、まあ、少し複雑なプログラムになりますが、動きは想像しやすいかなと思います。まず下準備として頂点の数字を表示します。このループの書き方はライフゲームの動画でも説明しましたね。普通の書き方だと配列の中身しかわかんないのに対し、この書き方だと中身と数字両方がわかるので、くっそ便利です。これで頂点の数字を描画できましたね。そんで頂点が3個だけではデバッグがやりづらいので適当に追加します。さて、水面を計算するプログラムを書きましょう。まず大文字の W という配列を作ります。これは水面がどこの頂点にあるかを表します。大文字の W の初期値は最初に水を流したい頂点とします。つまり S ですね。そして W には計算したい水面を1個代入します。とりあえず大文字の W に溜まっている水面の一番左から計算していきます。隣接する頂点にだけ水を流したいからフィルター関数を使います。例えば W が4ならこの式の結果はこの3個の辺となります。この謎の式は水が流れる先の頂点を計算しています。そしてプッシュ関数で水を流しています。this.w というのはあまり重要ではありません。じゃあなんでこの配列があるのかというと、後で w の中身を描画してデバッグできるように、w の中身を保存したいからです。this のついていない w はスコープの関係で関数の計算が終わった瞬間に消えちゃいます。消えると嫌だから一時的に this.w に対比させておくわけですね。さて、水面の位置を描画します。さっき保存しておいた w を早速使います。やり方はまあいろいろありますが、今日のところは、書こうとしている頂点に水面がある場合、塗りつぶす色を変えるとします。他の描画関数に影響すると嫌なので、プッシュとポップで囲んでおきます。さて、一旦動作確認しましょう。試しに S を0として関数を計算すると、添い字0の頂点から水が流れていることがわかりますね。違う添い字で計算してみても、ちゃんと流れてますね。さて、水が連続で流れるようにしましょう。水面がなくなるまで計算したいので、while 文を使います。while 文はとても便利で、条件が成り立つ限り、永久にスコープの中を計算してくれます。デバッグのために計算1回ごとにその途中経過を見たいので、これをジェネレーター関数に改造します。ジェネレーター関数は途中で計算を中断したり再開したりできるので、視覚的にデバッグしたいときとても便利です。デバッカーだと視覚的なデバッグはやりづらいですからね。ジェネレーター関数は便利な反面、普通の関数のようには計算できません。計算しようとしても何も起きないし、ジェネレーターという謎の物体が返ってきます。このジェネレーターはいわばリモコンみたいなもので、yield で止めた関数の計算を再開できます。これで実行してみると、水面が作られまくって、なんかまあそう、よくわかんない動きになってますね。説明を思い出してほしいんですが、すでに水で満たされている頂点には水面を作っていません。なので、それをプログラミングしましょう。まず、水の有無を表す配列 F を用意します。水があるところには水面を作らないようにします。そんで、F も W と同様にデバッグ用に描画したいので対比させます。今対比した F を元に頂点の水の有無を描画します。ついでに、頂点に何もない場合の色が明るすぎて見づらいので、暗くしておきます。先ほど、yield で関数を中断できると言いましたね。中断するだけじゃなくて、実は戻り値もつけられます。例えば、yield w とすると、中断した瞬間の w が戻り値となります。例えばこの場合は、戻り値が0だから、添い字0の頂点を計算した直後なんだなぁとわかります。何度か関数を再開してみると、無事に全ての頂点が水で満たされますね。
さて、また説明を思い出してほしいんですが、経路を求めるときに水の流れを見ましたよね。だからまず水の流れをプログラミングしていきます。まず水がどこから来たかを表す変数 p を頂点に持たせます。そして水を流すときに p へ添え字を代入します。で、頂点の p が一目でわかるように draw 関数をいろいろいじります。さて、動作確認しましょう。最初の計算はうまくいってますね。P を見ると、添え字0の頂点から水が流れていることがわかります。何度か計算してみても問題ないっすね。あとは経路を求めるだけですが、まずは手動で計算してみましょう。今回は V0 に水を流したので、V0 から2の頂点までの経路がわかるはずです。例えば、V0 から V6 までの経路を求めるには、まず V6 から V0 まで遡上します。遡上した順に添え字の配列を作るとこうなります。これは V6 から V0 の経路になってますね。まあなんですけど、欲しいのは V0 から V6 の経路なので、配列を逆順にします。これで完成です。今さっきの計算をプログラミングしましょう。P は経路の配列で、K はただの一次変数です。肝はこの式ですね。上流 P に向かってどんどん遡上していくような計算をします。動作確認しましょう。まず while 文を用いて水の計算を全部終わらせます。そして今作った関数を試します。V0 から V3 までの経路は計算できていますね。経路が逆順になってしまっていますが、関数名を upstream path とした以上、遡上していく順番をそのまま返した方が混乱が少ないでしょう。配列の reverse という関数を使えば、いつでも逆順にできますしね。別の経路も計算してみます。V8 から V3 までの経路も計算できていますね。プログラムがごちゃごちゃしてきたので、一旦整理します。関数1個で経路を計算できるように、プログラムを整理します。経路を探すという関数名に対し、もうやってることが違うので、関数名を直します。水を注ぐにしましょう。そして新たに search path 関数を作ります。こちらが主役となります。この関数は頂点に水を注いで、そして経路を計算して返します。さっきまでデバッグツールで手動でやっていたことを、一つの関数にまとめただけです。最後に細かい修正をします。経路を計算するたびに水の流れをクリアします。クリアしなくても計算には影響しませんが、変数にゴミが残っているとデバッグ時に見づらいので消すべきです。そして水の計算は目的の頂点に水が達するまで行えばいいので、水が達したら計算を打ち切るようにします。さてこれで関数一発で経路を計算できるはずです。まず V0 から V3 までは計算できてますね。V6 から V7 までもこの通り計算できています。いくつか例を試しても大丈夫そうですね。さて、幅優先探索のプログラムはこれで完成です。ですが冒頭で説明した通り、幅優先探索は視点から均等に探索するので無駄な探索を行いがちです。頂点を増やしてみるとどれだけ無駄が多いかよくわかります。だから、より実用的なアルゴリズムである最良優先探索を紹介します。冒頭でも紹介しましたが、改めて説明します。最良優先という名前の通り、一番良さそうな頂点から探索する手法です。何をもって最良とするのかは場合によりますが、今回はゴールに一番近い頂点を最良としましょう。まず、関数 h を定義します。これはヒューリスティックファンクションといって、頂点の良さを求める関数です。今回はゴールに一番近い頂点を最良としたいので、頂点からゴールまでの距離を良さとします。すると、良さが一番小さい頂点が最良となるので、水面の配列を良さが小さい順に相とします。すると、最良の頂点が配列の先頭に来ます。あとはこれまで通り、配列の先頭の水面から計算していくだけです。試しに V7 から V6 へ水を流してみましょう。V8 や V1 には目もくれず、一直線に V6 へ水が流れることがわかります。
このようなケースでは裁量優先探索へ役立ちますが、袋小路に弱いという欠点があります。試しに V7 から V3 へ水を流してみましょう。すると V4、V5、V6 の袋小路にはまってしまいます。V1 を経由しないとゴールにつけませんが、V1 はゴールから遠いので、なかなか出番が回ってきません。この裁量優先探索を改良したのが A スターです。A スターではさっきの関数 H だけではなく、G プラス H を基準にします。G というのは何やつかというと、その頂点までの距離です。これを考慮すると、袋小路から脱出しやすくなります。例えば、このような状況を想像してください。V7 から V3 まで水を流そうとしています。さて、次に計算されるのはどの水面でしょうか。裁量優先探索では間違いなく V5 が選ばれてしまいますね。A スターではどうでしょうか。A スターでは頂点までの距離 G も考慮します。基準が G プラス H になるんだから、この矢印が一番短い頂点が選ばれます。袋小路の頂点は H は小さいものの G が大きいので選ばれにくくなるわけです。これが A スターの長所です。さて、プログラムを書きましょう。まず、頂点に変数 G を定義します。頂点の G は、その頂点に水が達するまでわからないので、まだ不明であることを表すために適当に大きな値を入れときます。頂点 S の G は0ですね。で、隣の頂点へ水を流すときに G を更新します。この謎の式は何をやっているのかというと、こういう状況を想像してください。この式が計算しているのは、頂点 S から頂点 O までの距離です。といっても、始点からはるばる計算する必要はありません。頂点 W までの G が分かっていれば、それに W から O までの直線距離を足せば求まります。min 関数は引数の中で一番小さい値を返します。なんで min 関数がいるのかというと、G をその頂点までの最短距離にピシッと保っておきたいからです。他のルートからいわば高い G が送られてくる場合があるので、そういう G を無視するために min 関数を使っています。最後に sort の式を変えて、H ではなく G プラス H が一番小さい頂点が裁量となるようにします。で、この括弧は不要なんですけど、意図を明確にするためにつけました。さて、これで完成です。試しに V7 から V3 までの経路を探索してみると、袋小路にはまらずに済んでいますね。まあ、少し足を突っ込んではしまいますが、裁量優先探索では最後まで探索してしまっているのに対し、A スターでは2つ手前で踏みとどまっています。さて、長時間ご視聴ありがとうございました。経路探索はとても応用が効く分野なので、ぜひとも習得してみてください。最後の方がね、ちょっと駆け足になってしまったので、おそらく疑問点がいくつかあると思います。なので、気軽に質問してください。100% 返せるわけではないんですが、暇を見て返してます。では、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。では。